暗黒学校。これは世にも不思議なお話です。田中くんの学校では怖い話が流行っていました。鏡のお化け知ってる？知らない。どんなの？階段の鏡に着物の女の子が映るんだって。今日もクラスメートたちはお化けの話に花を咲かせています。鏡のお化けか。田中くんは階段を降りながらつぶやきました。踊り場の壁には大きな姿見の鏡があります。これまで気にしたことはなかったけれど、つい見つめてしまいました。そこには階段を降りる田中くんが映っています。そして後ろに白い着物姿の子供がいました。びっくりして振り返りましたが、誰もいません。もう一度鏡を見ました。田中くんしか映っていません。気のせいか。ほっとため息をつき階段を降りました。別の日、田中くんはまた一人で階段を降りていました。ふと正面の鏡を見ると、後ろに誰かが映っています。着物姿の女の子です。慌てて振り向くと、やっぱり誰もいません。どうなっているの？田中くんは階段を駆け下りて鏡の前に立ちました。何か仕掛けがあるに決まっています。鏡面を覗き込んだ瞬間、目の前にボサボサの髪の女の子が現れました。びっくりするあまり、田中くんは持っていたリコーダーを振り上げました。鏡を割ろうと思ったのです。けれども、鏡に触れたと同時にぐいっと引っ張られました。気づくと真っ暗な世界にいました。暗黒学校へようこそ。仲良くしましょうね。周りには着物を着た女の子や男の子がたくさんいます。ここは鏡の中にある幽霊の学校だったのです。それからというもの、階段の鏡には時々田中くんの姿が映るそうです。